はようございます。まず足は簡単な形で捉えることが大事になってきますよということですね。円柱で書く、こっちも円柱で書く、まあまず当たりとしてはここから書いていって、そこからイメージして足を書いていくと。はい、筋肉なんですけども、まずはここの上の部分ですね。ここは何なのかって言ったら、大腿四頭筋になりますよということです。大腿四頭筋、大腿四頭筋の隣さんは何なのかって言ったらここですね。これがすごく結構大事で、内転筋になります。まず上の部分の足は基本的にここの2つと、まあもう1つ裏側にハムストリングスがあるんですけど、まあ真正面から見た時は大腿四頭筋になります。膝蓋骨ですね。膝蓋骨ね、ひらがなですけどね、わかりやすいでございますでしょ、こっちの方が。大腿四頭筋と内転筋を分ける、境目の線、これがですね、方向筋っていうものになります。これが方向筋。方向筋ってこうだったかな、間違ってたらごめんなさい。違う角度で見てみると、まずはここ上の部分ですね、ここが大腿四頭筋になります。さっきは内側から見た場合なんで、内側から見たら内転筋っていうのはよく見えるんですけど、今説明してるこっちは外側から見てるというか、あの外側から見てるから内転筋は見えないんですよ。その代わりに何が見えるのかって言ったら、さっきですね、最後の方にちらっとご紹介をさせていただきました、ハムストリングスがちょっと見えるんですね。ここの部分、ここがハムストリングスになりますよということです。だから大腿四頭筋の裏側に、ハムストリングスがついてる、まあ、そういったイメージをしていただけるとかなりいいかなと思うよというところですね。覚えなくていいんじゃないと思うんですけど、ここ、大腿四頭筋、大腿四頭筋とハムストリングスをちょうど分けてる境目の筋肉というか筋ですよね。これが何なのかっていうことなんですが、内側の、筋肉と筋肉の境目が方向筋で、外側が大腿筋膜直筋っていうので、分かれてるというか境目の線ですよということになります。このラインですよね。これは何なのかって言ったら方向筋のラインなんですけど、こっちの外側の部分から内側に向かって、膝蓋骨に着地して、そこから、まあ、ここですね、脛骨っていうんですけど、脛骨の流れに沿ってその膜が降りていってるよといった感じです。で、足を折り曲げている時ってじゃあどうなるのかっていうことなんですけども、まずはこれですよね。この形、やっぱり円柱で考えると、こう円柱として書いていただいて、で下もこの形で円柱として捉えると。それでですね、ここの膝の部分はもう隙間を空けていただいた方がいいです。簡単なんでね、イメージが。そしてこの膝蓋骨ってもう書いてはいますが、こうずれ落ちるんですよね。ずれ落ちるんですよ。ここにないんですね。真正面についてるわけではなくて、折りたたんだらずれ落ちると。これがすごく大事になってきます。イメージとしてですね。シルエットで捉えるとこんな感じになって、膝蓋骨がこうずれ落ちるような表現で書いていただくといいかなと思います。ね、こう大腿骨が入ってて、ここにケンタッキーの先端があるんですよね。で、膝蓋骨はこういうふうにすねですからね。あ、違うかもしれない。違ってたら本当ごめんって感じで、膝蓋骨はじゃあどこに出るのかって言ったら、真横にこうつくっていう感じではなくて、膝蓋骨は単独行動好きなんですよね。だから大腿骨と脛骨とはつながってないんですよ。
筋でつながってるので、こういうふうにずれ落ちるような感じですね。こうやってで、こうずれ落ちると、これが膝の出方、座った場合ですよ。それで、大腿骨、骨から考えるんですけど、骨盤がこうついてるでしょ。骨盤があって、で、骨盤からこういう風なジョイント部分があって、ここからですよ、大腿骨がスタートするっていう風な感じです。で、大腿骨がこういう風に、こう、ケンタッキーの骨ですよ。ケンタッキーの骨みたいな、二つこうあるんですね。オスとメスみたいな感じで、そのジョイントする部分とジョイントされる部分みたいな感じの作りなんですよね。あ、脛骨は平べったいんですよね。脛骨がこうあって、こう、あ、平べったいって何なのかって言ったら、脛骨はこんな感じで、こう平べったいですね。こう、こうなってるっていう感じ。こうなってるって感じですよ。裏側にある筋肉が何なのかって言ったら、結構スポーツ選手とかですと聞いたことがあるかなと思うんですけど、ハムストリングスがついてるんですね。こうやってハムストリングスだったかな、これがな、多分な、こうついてるんですよ。こうやってハムストリングスがついてて、皮腹筋ですね。皮腹筋にくっついてると、こうやってね。あと足がつったとかっていう時に、ここの皮腹筋がつりやすいじゃないですか。だからここの皮腹筋の上に覆いかぶさってるのがこっちのハムストリングスですよという話ですよということですよと。大腿四頭筋がこう横から見た時、本当角度によって筋肉の見え方がだいぶ違うので、こう大腿四頭筋があって、まあこれ本当は違う名称なんですけど、まあもう一緒くたに考えましょう。わからなくなるんでね、こうなると。大腿四頭筋が膨らんでいて、で、こうなって、膝蓋骨の周りについてるようなイメージ。で、この裏ですよね。裏が、まず、大臀筋ですよね。後ろの本当に、お尻の筋肉が、こうあって、大臀筋はこういうふうに、ハムストリングスと、大腿四頭筋の間に、こう、収納されるような感じ。で、こっちがハムストリングスですね。で、こっちにヒラメ筋、こういうヒラメ筋があって、アキレス筋につながっていると。ヒラメ筋はこれ。これがね、大腿四頭筋ですよ。大腿四頭筋ね。で、内転筋がここにあるんですよね。こう。こう。こう、こう。多分こう。こういう感じ。カーブとしては。これ内転筋ね。で、ここが大腿四頭筋。こういう筋肉。腓腹筋がこうあって、こうあると。こうね。こうあって。で、脛骨ですね。脛骨がここ。すねですよね。ここがすねで。で、こうなっていると。あとは、11月いっぱいまでなんですけども、LINE 登録ね、していただいた方には、無料講座30分できますので、まあ、具体的にマンツーマンで知りたいとかっていう方は、そちらの方も登録していただけるといいかなと思います。